ウレリオ・フェルレッティは残酷な男だ。偽物だとバレたらどんな理由であれ死は免れない。王都のフェルレッティ邸には彼の他に何人もの幹部、そしてその手下がいる。犯罪に一度も手を染めていない人間はまずいないと思っていい。あなたがこれから向かうのはそういうところだ。どうしよう。どうしようもない。今さら嘘だったなんて通らない。こうなったら腹をくくって嘘を突き通すしかないんだ。どうしよう。偽物だと思われたら死ぬ。なら全力で本物だと分かってもらえばいい。でも本物のディーナ・フェルレッティはそもそも10年前に殺されかけている。今回探し出す理由がとどめを刺すためだとしたら、どうしたらいい。どうしてこんなことをしてしまったのか。ありがとうディーナ、また助けられた。そうだ、この人を助けるためだ。単身で私を助けに来て、それを自分の存在意義だと語った彼が死ぬのを見過ごせなかったから。そもそも僕が浅はかだった。すまない、結局あなたを巻き込んでしまった。でもこうなった以上引き返せない。あなたの安全を確実に取り戻すにはフェルレッティ家を一刻も早く完膚なきまでに潰すしかなくなった。フェルレッティ家を潰す。そう、それまではどんな時でもあの教会に帰り着くまでディーナのことは僕が絶対に守るから。彼は私を無関係な一般人だと信じている。いや、それは事実だ。この世界のどこにもディーナ・フェルレッティはいない。ならさっきの名乗りこそが嘘だ。嘘を突き通すしかない。神様、どうかこの嘘は正当なものであるとお許しください。そして自分たちに、この勇敢で優しい人に、この上ない幸運と絶え間ないご加護をお授けください。第2回ドリコムメディア大賞銀賞受賞作、偽装死した元マフィア令嬢、二度目の人生は絶対に生き延びます。神様、どうかこの嘘だけは見逃してください。